はい、皆さんこんにちは。今回はこちらのアプリですね、ミラーズエッジ、こちらのアプリを、ご紹介したいと思います。チャリソーとかああいう系のゲームの、まあクオリティの高い版ですね。では新規ゲームで、ではチュートリアルプレイしたいと思います。まあこんな感じで、簡単に言うとこのランナーという主人公がですね、ランナーという職業の主人公なんですけれども、このランナーというのが、まあ、機密情報とか、まあ、法に触るような情報の運び屋なんですね。で、まあ、それを阻止しようとする警察とかをかいくぐって、まあ、この、まあ、道を進んでいくって感じですね。というわけで、こうすると逆に、まあ勝手に加速してくれるんですね。で、上にやるとジャンプ。あ、もちろん見せました。ああ、ちょっとミスりました。まあ、画面はですね、とても綺麗ですよ。なんか一瞬見るとクソゲーには絶対に見えないですね。最初このアプリの紹介をアップストアで見た時に、なんかどういうゲームかよく分かんなくて購入をためらってたんですけど、まあ他の方のですねレビューを見てると、結構まあ雰囲気も使いましたし面白そうだったので、面白そうだったのでダウンロードしました。本当にグラフィックが綺麗なんですね。はい、まあチュートリアルはこんな感じで終えましたけど、ではもう1ステージぐらいやってみます。ああ、なるほど。これあれですね、マップをよく分かってないと、きついですね。おお、なんかすごいとこ登りますね。デバイスを傾けて安定させる。ああ、なるほど。
まあこんな感じで、なんかあれですね、あのマリオのクオリティ高い版というか、まあそれとちょっとあのマリオファンの方にちょっと失礼かもしれませんが、まあ実際問題結構そういう感じがしますね。デバイスを傾けてっていうのがよくわかんないんですけど、まあ、こんな感じで、まあこんな感じですね。で、まあオプションで言語とかサウンドとか、まあこんな感じで。キストラっていうのはこれは、ああはいはい、実績みたいなもんですね。でこれがヘルプと、まあ、インターフェース的にはとてももうなんか近未来的なゲームの感じがしますね。はい、では今回はここまでさせていただきます。以上ミラーズエッジの、レビューでした。ありがとうございました。